超熱兵隊急速に近づく。タッパー4、本艦直上より接近。デブリの中を、ありえない。戦闘の域は高速機能3倍の速度で接近中。見せてもらおうか、新しいガンダムの性能とやら。赤い彗星、袖付きの奇襲を受けるネイル・アーガマ。直ちに迎撃に移るが、通常の3倍の速度で迫る赤い騎兵になすすべもなく翻弄される。あれは至難所だ。赤い彗星だ。勝てるわけがない。アルベルトの叫びにブリッジに戦慄が走る。シャアの再来と恐れられるフルフロンタルが自ら襲撃をかけてきたのだった。その騒ぎで一旦尋問を免れたバナージをオードリーが訪れる。バナージ、私と逃げて。今なら逃げられる。ユニコーンは危険なものよ。誰にも渡すわけにはいかない。詳しいことは後で話すから。ちょっと待ってくれよ。何も知らされないで決められるわけないだろう。そんな話し方で人を従わせようとするのはずるいよ。君はどうしたいんだい。しなければならないことじゃなくて、君がやりたいことを、君自身がどうしたいのかを教えてよ。そしたら俺。バナージの熱意がオードリーを動かそうとした時、突然ダンザが現れ、オードリーを連行してしまう。そしてフロンタルに通信で呼びかける。直ちに攻撃を中止せよ。本艦はミネバザビを捕虜にしている。攻撃を中止して速やかに撤退願いたい。そうすればここにいるミネバザビの安全は保証する。オードリーはザビ家の後継者ミネバザビだったのだ。その正体をつかんだダグザは彼女を人質としてフロンタルに撤退を迫った。ラプラスの箱に関するデータを全て引き渡してもらいたい。そうすればイオの安全な航海を保証する。捕虜の命は無視するというのか。不確定要素に基づいた交渉には応じかねる。要求が受け入れられないなら機関は撃沈する。3分待とう。賢明なる判断を期待する。ブラフだ。ジオン残党の星を見捨てるわけがない。それはどうかな。フルフロンタルはあのシャア・アズナブルかもしれないと言われている男だ。親の敵であるザビ家の末裔を大事にするはずがない。勇気があるならユニコーンを壊し私を殺すがいい。さすれば箱の鍵と私の喪失によってネオジオンに打撃を与えることはできる。あるいはこのまま何もせずに全てを奪われるか。もう猶予はないぞ。連邦の軍人の矜持見せてもらおう。ジオンの要人としての立場を貫くオードリー。しかしそんな彼女を制止し年相応に扱おうとするのはやはりバナージであった。オードリー、そんな話し方をしちゃダメだよ。人も自分も追い詰めるだけだ。バナージ、ここでよ。君はこんなことに関わるべきじゃない。私はミネバザビである。オードリーだよ。嘘でも本当でも俺にはオードリー・バーンだ。やめないか。子供の理屈が通る時ではない。子供って、オードリーはどうなんです。俺が子供ならオードリーだった子供だ。子供を人質にするなんて大人のやることですか。時間だ。機関は撃沈する。再びネオジオンの攻撃が始まる。問題を先送りにし目の前の状況に対応するだけの大人たちに対しバナージが叫ぶ。あの赤いモビルスーツをやっつければオードリーを人質にしなくて済むんでしょう。やりますよ。
バナージはユニコーンガンダムを出撃させる。この出撃はアルベルトが後押ししていた。時間稼ぎとあわよくばユニコーンガンダムが破壊されることを狙って、その意図に気づいたオードリーはバナージを悲痛な思いで見つめる。バナージ、やめて。発進準備完了。強制解除。見つけた。当たらなければどうということはない。これで今日は大佐が出撃をする。我々の仕事はないよ。我々はここに控えていればいい。大佐の邪魔になる。これで敵の戦力は把握した。この程度ならあとは後続に任せる。話が通じる相手じゃなかったんだよ。リディ・マーセラス、行きます。
なければ、こんなテロリスト相手に人質なんて取ってさ。当てる、これで当てる。下がれ、下がってくれないと。オードリーが、また敵となるか。ガンダム、無情か。よせ、踏み込みすぎるな。四枚バレ、感謝する、マリーダ・クルス注意。バナージはフロンタルを撤退に追い込んだ。リリーの制止も効かず、さらにフロンタルを追撃しようとする。しかしこれはフロンタルの仕掛けた罠であった。マリーダのクシャトリアに不意をつかれ、バナージはユニコーンガンダムもろとも捕獲されてしまう。ごめんオードリー。意識を失う寸前のバナージのつぶやきはネイル・アーガマのブリッジにも届いていた。箱の鍵を奪われるという最悪の結末。そして何よりバナージを捨て駒としたことに、ブリッジは重い空気に包まれる。オードリーは何も言わずに身を翻し、捕虜として収監される。そんな彼女にリリーは苛立ちと反発をぶつけてしまう。君はなぜ一人で行動を起こしたんだ。それは自身の無力さやバナージへの後ろめたさから来るものだった。だが己の生まれ持った立場と責任から逃げようとしないオードリーの態度に言葉を失う。私は政治と無関係ではいられない。また同じ過ちが繰り返されようとしているなら、命に代えても止める義務と責任があります。リリーもまた政治と不可分な家の生まれであった。テロで命を落とした連邦政府初代首相を祖に持つ政治的名家、それがマーセナス家であったのだ。家を嫌い、自分をただの一パイロットと規定してきたリディは、自分のなすべきこと、自分にしかできないことが何かを考えるようになる。俺にできること。